橘つぼみ、小学5年生。あと何ヶ月かしたら念願のお姉さんになります。そう、お母さんのお腹の中に赤ちゃんができたんです。友達のレアピに、それはお父さんとお母さんがエッチなことしたからだって言われて、ちょっぴり悩んじゃったけど、転校生のさやはこんな風に言ってくれました。それは何億人といる中からたった一人、特別に好きになった人としかしないようなことなんじゃないかって。女の人と男の人が恋をして結ばれて、そして新しい命を生み出す。私にはまだまだ遠い先のことだけど、すごいことのような気がします。そしてまだまだ男の子と女の子には少し不思議でちょっぴり気になる内緒のお話があるみたいです。男の子だとね、この辺におちんちんが見えるんだって。でもそれが映ってないから多分女の子でしょうって。まあたまたまおちんちんが映らない場合もあるからまだはっきりは言えないけど。紅茶でいい？なんでもいいよ。お構いなく。おちんちんだって。またこの子は。でも意外と単純な見分け方だよね。おちんちん？もういいって。でもそうだよね、もっと複雑な検査とかでわかるかと思ったのに、それだけみたいなね。男女の体の一番明確な違いだからね。男女の体。おっす。あ、男女の体の一番明確な。なんで今そんなこと。おはよう。大丈夫か？なんか顔赤いけど。大丈夫、ありがとう。保健の授業はビデオを見ます。先生、やらしいビデオ。またふとしはすぐそういうこと言う。なんだよ、お前だって期待してるくせに。期待なんか。はいはい、全然やらしくないですよ。人は生まれた時から生殖器の違いで男性と女性に区別されます。そして成長して小学校高学年ぐらいになると、今度はその生殖器から分泌されるホルモンによって、男の子はさらに男の子らしく、女の子もより女の子らしく成長していきます。これが男性の生殖器です。静かに、盛り上がるとこじゃありませんよ。男の子が性的な刺激を受けると、この中のスポンジのような部分に血液が流れ込み、男性器は大きく硬くなります。これは精子を体の外に出す射精のために必要なことです。思春期になると眠っている間に射精してしまうことがありますが、これは無精といって病気ではありません。
らなかった。男の子のおちんちんっておしっこするためだけのものじゃなかったんだ。だけだろ。女の子は成長とともに胸が膨らむなど大人になるための準備が始まります。なあなあ、うちのクラスじゃ誰が大人だと思う？お前なんだよそれ。少なくとも巨乳はいねえよな。おいでけえよお前。ふん、またまた太し、ほんと男子ってエッチでやーよね。いや、お前はどう思う？興味ねえよ。またまた余裕ぶっちゃって。ああそっか、お前自分の姉ちゃんの巨乳見慣れてっから、うちの女子なんか物足りねえよな。ざけんな。みんな結構あるよね。遠藤さんなんてもう大人みたいだし。それに引き換え。どうしたの八重ちん？別に。やっぱり男子って巨乳がいいのかな。なんでもない。巨乳見慣れてっからうちの女子なんか物足りねえよな。ねえねえ、八重ちんってもしかして三枝くんのこと好き？私、男子みたいに背が高いのがコンプレックスだったけど、それを個性として認めてくれて。いつから？いつから？去年。嘘、全然気づかなかったよ。三枝くん、女子に人気あるからバレて私が嫉妬されたりするのが嫌だって気使ってくれてたし。そうなんだ。でもそれなら胸のこととか気にすることないじゃん。でもやっぱみんなより遅れてるのかなとかって。つぼみは私よりは胸あるし可愛いし、そういうのないかもしれないけど。そんなことないよ。7月の野外学習の時私もそんな風に思ったもん。え？夜みんなでお風呂入ったじゃん。早くお風呂入ろう。あの時レアビもヤエチンもタオルで前隠してたでしょ。それも下だけ。胸隠すんならなんとなくわかるけど、女の子同士なのになんでって思ってたら気づいちゃったんだ。隠してる子はみんな生えてるんだって。私は遅れてるのかなって焦ったけど、さやに相談したら落ち着いたの。
つぼみは2月生まれだよね。加藤さんと山吹さんは？レアピが4月で、ヤエチンは5月。9ヶ月くらい差があるんだ。じゃあつぼみが生まれた時、2人はもう立ったり喋ったりしてたかもね。そんなに違うの？同じクラスでも4月生まれと3月生まれの人じゃ1年近く違うんだから、成長にも差があって当然だよ。人によっても違うんだし、だから気にすることないよ。そっか、そうだよね。納得した？うん。あ、行かなきゃ。私がなかなか開けてくんないの。こんなの貼っちゃって。何これ？今まではこんなの貼ったりしてなかったのに。だよね、やっぱ怪しいよね。だよな、やっぱ遠藤さやがダントツだよな。95点。山吹愛も案外よくね。でも胸ねえからな。70点。くだらねえ。何これ？立花は？立花つぼみ。おい、やめろよもう。ダメダメ、まだガキだよ。60点。でも顔はまあまあだから、俺は75点。うそ、女子に点数つけてんの？じゃあ加藤は？加藤レア。ああ、あの小豚っていうか豆タンク。やだ、聞きたくない、聞くの怖い。そうだな、点数つけるとしたら。神様。無理無理、 あいつは論外、点数なんかつけらんねえって。うわー、ひでえ太字、それは言い過ぎじゃね。何よ何よ何よ。なんだよ、聞いてたのか。私だって大人になったら背が伸びてスラッとなって綺麗になるんだから。それは無理だと思うぞ、マジで。そんなことないもん、見てなさいよ太字。レアピー、そんだけ？そうだよ。お腹空かない？大丈夫？大丈夫、女の意地があるから。ん、お前がそんな量で持つはずねえだろ。無理すんな、死ぬぞ。うるさい。もう食べ終わっちゃった。あげよっか、少し。いい。クキ君って加藤さんの幼馴染なの？そうだよ、なんで？なんかクキ君って加藤さんのことよく見てるなと思って。ん？あ、さやもそう思う？つぼみ！さっきも加藤さんのことをかばって点数つけないようにしたんじゃない？そんなわけないじゃん、あいつに限って。そういえば、クキ君の好みって背がちっちゃくて可愛いタイプだって聞いたことある。だから何よ、関係ないもん、あんなやつ。男子が女子の嫌がることをするのってそれだけ気になってるからかもね。男子と女子って不思議、いろんなことが違ってて、それでも好きになったり、好きなのに素直になれなかったり。私も根本くんだけはなんか意識しちゃってるかも。水だけじゃ満足できない。ちゃんと食べた方がいいよレアピー。ダメダメ、あのエロガキに言われっぱなしじゃ我慢できないもん。
といえば保険のビデオすごかったね。いきなり何よレアピー。私やっとわかったよ。バラエティとかでさ、もっこりって言ってた意味。何してんのつぼみ。ハンカチ、ハンカチ、あれ、ないハンカチ。どっかで落としたんじゃない。ありがとう。多分学校だ。どうしよう、あれお気に入りだったのに。テアピお願い、探すの付き合って。今から。一人じゃなんか不安だし。ごめん、今日ピアノなの。ないな。どうしよう、見つかんないよ。何やってんの。あ、根本くん、どっかでハンカチ落としちゃって。視聴覚室は。え、今日保険の時間移動したじゃん。あん時確か手に持ってただろ。行ってみよう、俺も一緒に探すよ。私のこと見ててくれた。あ、これ。あ、うん、そう、ありがとう。よく考えたら二人きり。できてるんだ。どうしよう。大丈夫、ここ1階だから窓から出よう。あ、よ、八重ちんもだ。行ったかな、あいつら。いなくなってる、今のうちに。あ、結構高い。どうした？ちょっと怖いかも。しょうがねえな。受け止めてやるから頑張れ。でも受け止めるってことは。待てよ、俺が橘を抱きしめるみてえな。ああ、くそ、収まりかけてたのに。変なこと考えてないで、行かなきゃ。行くね。おい、ちゃんと目開けて飛べって。根本くんって男の子なんだ。